を支える奥様たちのご出演をご覧いただきます。尾上菊五郎さんの奥様藤澄子さん、坂田藤十郎さんの奥様扇千景さん、市川團十郎さんの奥様堀越貴理子さん、そして松本白鸚さんの奥様藤間紀子さん、皆様離縁の妻として力強くご主人を支えていらっしゃいます。どうぞご覧ください。ご主人様の菊五郎さんの講演が始まると、はい、お客様にご挨拶とか、はい、それからもちろん今度菊之助君になった時に牛之助さんが、はい、おんちゃんがですけど、はい、その時またなんかお父様もおっしゃってましたけど宣言ぐらい、はい、お得意様お得意様じゃなくてごひいき様、お得意様じゃないごひいき様で失礼いたしました、はい、ごひいき様のとこご挨拶にいらっしゃった、宣言ぐらい、そう、一応まあ襲名って言いますと、あのたくさんのお客様にお運びいただかないといけませんし、それかまあいろいろと代々の、 あのごひいき様いらっしゃいますので、あのお運びいただきますようにってあのご挨拶に上がるんです。今ちょっとお写真これそうなんですよね。この前ちょっと前に あのそうです、本当にあのこの方あのなんていう の、 あの広々としてらっしゃる方ですね。なんか伸び伸びとというか、そうですね、あのう知り合って19の時に知り合って、結婚してですからもう30何年一緒にいるんですかしら、あのでも割とあの飽きませんしそのようおられるあのすごくのなんか今おっしゃったみたいになんかこうなんかちっちゃいことに気にしませんから、私はあのこまごましたことをうるさく言われないのでありがたいと思そう、はい、あの掃除屋なんかでももうそんなしなくても誇りあっても死なねえよって言いますから、私があのもう掃除もしなきゃこれもしなきゃと片付けもしなきゃなんて言ってもそんなものを気にするなって言ってくれますので助かります。本当ね、なんか江戸っ子っていう感じもするんだけども男らしいっていうか、本当になんかあの女の人だったらこう惚れ惚れするなっていう感じがねあって、羨ましいことだと皆さんも思ってらっしゃるんだと思うんですけれど、あのいろんなことがあった時なんかやっぱり肝が座ってるっていうか、そういうとこあるじゃない、はい、そうです、私がこうあ失敗したっておたおたしてもそんなのどうってことないっていつもこうだから精神的なもう支えっていうかすごく助かる、あ失敗したって私はよくやるんですけれど、そんなの大丈夫だよとかってしょうがねえよとかって、ね、しょうがねえよって、あのしょうがねえよなんとかなるよ思ったってしょうがねえじゃないかって、ああいうのってどこから、昔からうんと若い初めてお会いになった時は希望丹を流の前だそうでございますけど、はい、その頃からもうそう、そうでした、はい、まあ、あの家族でいつもこう結束してらっしゃる時としては赤ちゃんがお生まれになったんで、はい、もう大変でしょ、そうですね、うん、あの結婚して5年目でできたもんですから、そうです、はい、そうですか、しかも男の赤ちゃんでいらっしゃってね、はい、あのご主人の菊五郎さんはどんな風なんですか、はい、あの喜んでおりますで、あの、まあ、寺島しのぶさんお嬢様がお産みになった赤ちゃんさんですけど、はい、菊五郎さんが今抱いてらして、菊五郎さんはおじいさんとは呼ばせないって、はい、あのじゃあなんて呼ばすのって言ったらひい様って呼ばすって言うとじいじって呼ばさないってすごいな、お宮参りいらしたね、はいはい、その時のお祝い儀って言うんですか、はいはい、もう古いんですね、うん、あの主人が70年前に着てた着物を和康、今の菊之助がのお宮参りですね、だから父梅光も母玉子も私の母百合子も元気でおりましたから、梅光さんですもんね、はいはいはい、うん、で、あの真ん中の女の子しのぶです、しのぶさんですもんね、はい、そうそう、ちょうど主人があの今の菊之助の年ぐらいだと思います、はい、今映ってるのは菊五郎さんなんです、はいはい、七代目の菊五郎さんで、はいはいはい、その菊五郎さんの坊ちゃんの菊之助、はい、今菊之助さんのお召しになったその産着を、はい、あの今回も、うん、はい、マホロがあの、ま、あのマホロは外孫ですので新しいの作りましょうって言ったんですけど、あの菊之助の来たのがいいっていうのでそれでこれを着せました。そうなんですか、はい、で今お持ちいただいた着物を詳しく見せていただいてです、これは随分上等なお着物ですね、ちょっと普通お宮参りにはちょっとあのなんていうんですか、大人っぽいお着物みたいに見えますけど、はい、母がね大事に戦争の時も守って
って、くれてたからこそ。そうでしょうね。はい、でもつるがついていて、ねえ、紋付きで、あのどんどん新しいのにしないで、ああやって大事に大事にしてらっしゃるところがね、はい、はい、着物っていいんですよ。これもね、私ね、お紅茶こぼして、最初はあの銀ねずなだったんですけど、染みつけちゃって、それでこの色、あのちょっと茶色をかけて染め直してもらって、そういう風にして、またこれをきっとあの娘に譲ると思います。ですから今も父舞子が着てた着物を、うん、あの孫の菊之助がお稽古着に着たりしてますし、もう本当に ありがたい着物ってね、はい、本当にもう金婚式を過ぎた方々とは見えないような美しさですけども、坂田藤十郎さん、はい、歌舞伎俳優でいらっしゃいます、大変ご活躍、そして奥様の大木千景さんでいらっしゃいます、どうも。で、あの政治家でいらっしゃった時はちょっと目にかかることがなかったんですけども、あの最後の方では参議院議長なさいましたという大変なお仕事でいらっしゃいます、ご苦労様でございました。いい、本当にとんでもないです。でもこうしてらっしゃると、あなたがあれね、後ろにこう控えてらっしゃるように座ってらっしゃるのね。なんか控えてますよ、本当に本当よ本当でもあのさっき の結婚式のお二人、なんて可愛いお人形のようになったら、あの時お腹に子供がいたのよとかってあなたおっしゃってそうよ、本当なの？そう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 。でも全然そんな風に見えないわね、この写真で拝見すると。 そりゃそうよあの主人とは結婚するつもりはなかったの、子供だけ産もうと思って。本当に本当に。でもあれでしょ、今深いため息ついてらっしゃるけども藤十郎さんはそれでよろしかったんですか、そんなんで。私はやっぱりね、その時子供はもうできたと思ったというよりもやっぱり結婚したかったです。あ、はい、大木さんと、はい、うんうん、あのそうですってね、あの係のものは伺ったら、今度結婚する時ももし来世というものがあって結婚するんだったら、はい、やっぱり大木さんがいいと思ってらっしゃるんですね。その通りですね、それはもうはっきり言います。だからその時もそういう気持ちだったんだけど、やはりそういうお互いが同じ気持ちになって、無理ってのがあったら無理ですからね、やはり2人でやっぱりそういう一生の進路というものが決まったら、それで結婚ということになったわけだけど、お互いがやっぱりはっきりしてないといけませんからね。でもあれですよね、小木さん、あの今度生まれてもあなたと結婚したいってご主人おっしゃってらっしゃるんですけど、あなたはどうなんですか。私はいいや。え、いや、なんで。だって何にもできないでしょもう何にもできないんです。それで方向地で歌舞伎のことしかできないってこと。もう歌舞伎以外のことは何にもできない。それで道歩くとき私が前歩いてると威張ってるみたいでしょ。 あなたいつも前歩いてらっしゃるんですか。私いつも前なの私が威張ってるみたいに見えるんじゃなくて、方向音痴なんですよ。どっち行っちゃうか分かんないから、私の後ろついてくると私が威張ってるみたいだし、うちのことは一切できないし、もう何にもできないから、私今度は少しなんかできる人と一緒になって少しは楽をしたいなと。どうです、そんなことおっしゃってるけど。本当かどうかそれはね、分かりませんからね。そのだけどやっぱり言い方ね、本当かどうか分かんないってやっぱりね、今は本当に幸せですからね、それが一番大事なことです、ね。まあ、そうですよね、現在ね、これでお仕事がね、はい、何しろ坂田藤十郎というね、この大きなお名前をお継ぎになって、はいはい、私ね、あの徹子の部屋に前に出していただいた時に、あなたがもし今度生まれ変わったらお互いに誰と結婚しますかって言ったら、主人はまた私と結婚するって言ってくれたんです。そうです、そうです。で、私は嫌だと違う人と結婚したいと、というのは歌舞伎以外のこと何にもできない、一切マッチつけるのもガス消すのもできない、だから違う人と結婚したいってあなたに申し上げたの、ところが終止買いしたの。あら、どうだったんですか。いや、実はね、まあ変な話ですけれども、昨年の11月にちょっと体を触ったらなんかあるの、それでどうかなと思ったら、あの子供を産んだ時に乳腺っていうのがここにあるんですね、その腺にがんがあったの。それでところが、主人が私初めてですから1週間の病院に一緒に毎晩寝てくれて、病院から歌舞伎座へ1週間通ってくれたの。本当なのよ、すごい。それでね、その後放射線治療っていうのがありましてね、その25回かけなきゃいけないの。その25回が大阪へ行ったもんですから、今度大阪の病院に変わって、
朝毎朝起きて25回放射線治療に行くのに19回ついていってくれたの。あら、それって優しい。ねえ、何にも言わないで黙ってついていってくれたんです。それで私あなたにこの人と結婚しないって言ったけど、終止買いをしてあんまり世話になって優しいもんですから、それほどとは思いにならなかった。そうだから、そんなにね、何にも言わないで私のことしてくれるんならと思って、今日ちょっとあなたに終止買いした理由を申し上げて、はい、本当に優しい人だったというのでちょっと書いてきたんです。あら、すごい、あら、字を上手ね。いえ、愛あればこそ結婚60年、感謝のみ、大木千景。ありがとう。旦那様にこれを差し上げます。あなたによ。いや、そんな見せないで。でもすごい、もう一回お見せします。だからもう今度はね、神様、仏様、旦那様で、また生まれたら、この人と結婚するってことを、あなたの前で終止買いを報告して。すごい、よかったじゃない。そう。ね、よかったでしょうね。そう思って。まあ、ご主人との出会いは大学生の時と伺っておりますが、はい、あの歌舞伎はずっと小学生の時から見ていらっしゃったおうちにいらっしゃって、はいはい、それであの女はお嫁さんに行くものだというふうにお育ちになっていて、はいはい、それであのお見合いも何度かなさって、はい、母が何度も何度も、はい、で團十郎さんとはお見合いはしてらっしゃらない。はい、あの中に入る方がいて、あの後でお見合いという形に楽屋で、あ、はい、でもその時はしてらっしゃらなくて、はい、とにかく他の方とお見合いなさるんで大阪にいらっしゃった、はい、そうなんです。これがすごいなと思ってたんですが、あの、はい、大阪に行きまして、で、あ、ちょうど主人があの新歌舞伎座に出てまして、であの楽屋にちょっとあの会いに、でもそれも一回お見合いなさったから、はい、ということでいらしたのであって、はいはい、それほど深い、もう全然全然もうお客様と、はい、という関係で、はい、参りました。それで楽屋にいらっしゃいまして、はい、それで團十郎さんにお会いになって、はいはい、どうして大阪にいらしたんですかなって、もちょっとお見合いっても言いづらかったもんですからそうですね、はい、あのちょっと用があってって、はい、その時あのお話しした楽屋でしてらっしゃる時には、はい、あの素敵とかって思いになった、あのそうですね、あのすごく優しい人なんだなっていうのは思っておりました。そうですね、はい、純粋な方でしたものね、とってもね、はい、それでその日それでホテルにお帰りになったら、はい、なんか夜お電話があった、はい、そうなんです、あのたまたまその楽屋でどこ泊まってるのって聞かれて、あの同じホテルだったんです。あ、そう、偶然に偶然、はい、それで、であの夜遅くもう私寝てしまって、遅くに電話もらって、あ、じゃあ芝居が終わってから、終わってから食事してからだったもので、なんか遅くに電話もらって飲みませんかって言われて、ええー、と思ったんですけど、もうベッドの中に入っていてごめんなさいって言って、あのお断りしたんです。で、なんか申し訳ない気がして、そして次の朝、あのよかったらあの朝食いかがですかって言って、それで朝ごはんを一緒にして、で結局結婚なさるっていうことになったんですか？はい、なんかあの中に入る方がお見合いをしたらどうかって、あ、それそれそれからそれでお見合いをした、その楽屋で楽屋で、はい、ちょっとあの團十郎さんが結婚式の4日前にこちらにいらっしゃいまして、写真とそれからあの声は全部残ってるので、はいはい、そのお話をしてらっしゃるのでちょっとご覧ください。今どういうお気持ちですか？そうですね、まあ、いよいよ一人もんからね、おさらばということで、こうピンとくるような来ないようなね、なんとも言えない気持ちですね。じゃあこれまで、あの、まあ、結婚しようかなってこう思いになった方はいらっしゃらなかった？あんまり思わなかったですね。お幸せでしたね。やっとそういう気持ちになりましたから。そうですか。ね、やっぱりなんていうのかな、運命というか縁というか、そういうもんじゃないんですかね、わかりませんけども。お見合いの場所はね。歌舞伎座の去るところなんですけど、あらねやっぱりこう初めて会うっていうのはこう照れちゃいますね。でタバコを吸おうと思ってね、逆さまに吸っちゃったやっぱり上がっちゃうのかしら逆さまに吸っちゃうし、ひっくり返しちゃうしね、
お名前ごめんなさい、ボス。なんておっしゃるのかしら。キミコと言います。
染五郎さんのお部屋にお連れしたのでした。美しい人の訪問に染五郎さんもきっと悪い気はなさらなかったのでしょうと思ったことを覚えております。そのことがお二人のお付き合いのきっかけになったとすれば、私も少しは良いことをしたかなと嬉しい気持ちになります。のりこさんは静かな中に物事に動じない強い面をお持ちの人、お二人が力を合わせてこられたことで現在の高麗屋さんのご発展があると改めてお祝いを申し上げたいと思っております。香川京子ね、やっぱりあってその時はもう染五郎さんいいと思いなさいいいというか、それもなんかどうしようもないような感じなんですけど、ね、それほどどうしようもなくはなかったと思うんですけど、どうでしょうか。まさかね、あの結婚してこう長く一緒にいるとは思いますし、ね、はい、仕事は全部うちへ持ち込むっていうのはそういう方、そうですね、あの、まあ、いいこと悪いこと、とにかくうちに帰ったもう玄関開けた一歩で、犬も機嫌が悪い時はさーっと引っ込んでしまいます。もらっちゃう犬も、はい、まあ、子供たちが小さい時はお帰りなさいって出てきて顔見た途端にパーッと散りばってしまう。そんな風に、はい、もうその時のビリビリのお気持ち、嬉しい時は嬉しい時そうですね、全部気使ってるつもりなんですけどね、これでもね、あの気分を変えて、お家に入ってらっしゃってるのに、このお仕事はなかなか大変厳しいお仕事でしていろいろこうありますんで、どうしてもそれが家へ帰ると爆発しちゃうんですね、でもあの奥様はご結婚なさる時に、あの交渉さんのお母様の聖子さんから、はい、あのお嫁さんっていうのは大変なお仕事だと、はい、そうですね、あのもう夫婦共稼ぎよって言ってくださったのが、もうその一言だけだったんですね。ですからそれはその時はまだよく意味が分からなかったんですけどね、こう年が経つごとに、あ、こういうことなのかなと。そうでしょうね。私は一番嬉しいのはですね、はい、365日運転手をしてくださって運転手さんをしてくれるんです。これはね、あの簡単に申しますけども、前の持ってた車が10年10万キロ走りまして、この間表彰されたんですけど、これもあの10年10万キロかなり運転した。でその、まあ、劇場まで行く15分から20分ぐらいの時間なんですけども、本当にねほっとして楽しい時間なんです。あ、そう、はい、お芝居にいる時よりも楽屋にいる時よりもうちにいる時よりも、その2人で家内が運転して僕が隣に座って劇場までの行く間のなんていうことない日常会話をしながらですね、この時間が本当に自分にとって一番こうなんて言うんでしょうね、和めると言いましょうか、ね、素敵、はい、の帰りも、はい、そうです。それで、はい、で、まあ、うまくいく舞台もうまくいかない舞台も辛い舞台もいろいろございますけども、おはようございます、お疲れ様って一言言ってニコッと笑ってくるんですね。それがやっぱり自分はとても気持ちがこうハッとなりますね、はい。徹子の部屋はテラサで。